ビスナーの皆さんどうも、ビスさんでーす。さあ、バケットバンケットビスチャンネル、ビスタンによるスーパードラム分析シリーズ。ドラマーはもちろんのこと、ドラム初心者の方、そして全くドラムの知識がないという方でも、新しい音楽の楽しみ方が増えるような分かりやすい解説をしていくシリーズです。前回の大好評いただきましたキングヌー白日に続きまして、本日皆さんにお届けする楽曲は超絶技巧ド変態さん。日本を代表するスーパースリーピースバンド、ユニゾンスクエアガーデン、ファントムジョーク。こちらの楽曲、現在も放送中のアニメ、フェイトグランドオーダーのテーマ曲にもなっている最新曲なんですが、聞いた？聞いてない人まず聞いてほしい。ズバリ、この楽曲を演奏するにあたっての難易度を S、A、B、C の4ランクに分けるとしたら、この楽曲の難易度ランクは、いつもの、トリプル S ランクです。ユニゾンスクエアガーデンのスーパードラマー鈴木孝雄氏は、この新曲ファントムジョークのドラムに関するインタビューでこうおっしゃってました。戦うドラム、バンド9は地獄、手数の多さ、そしてスピード、つまりテクニックの分野がヤバすぎる。速さと手数の多さについてこれるかっていう部分が難しさの大半を占めてます。まあそれはでも誰が聞いても分かるような話なので、なぜそんなに複雑でもこんなにキャッチでかっこいいのかっていう、この楽曲のクオリティの高さ、そしてユニゾンスクエアガーデンっていうバンドのヤバさを3つのポイントに分けて、できるだけ分かりやすく分析していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは張り切っていってみよう。そんなわけで解説をどんどん始めていきたいんですけれども、ファントムジョーク叩いてみた動画をなんとリリース当日に上げてみるという挑戦をしたので、そちらの動画見ていただきたいんだけれども、全部の手順をちゃんと再現していますよっていう完コピを 100% としたら、僕のあの動画の再現度ぶっちゃけ 60% ぐらいですね。今回もですね、ポイント1がポイント3の伏線になっていきますので、最後までぜひ見ていただきたいと思います。ファントムジョークのテンポ、BPM は約200です。日本の一般的なミュージックシーンにおいては、200が最大限だと思います。1、2、3、4の1拍あたりに4個詰め込む16分音符ってなると、こんぐらいの速さになるんですよ。1、2、3、4。片手ずつに分けたとすると、見てこれ、キャベツの千切りに超できそうでしょ。連打ができるだけならいいんですけれども、これをさらにね、移動しまくるわけですよ。鈴木さんのめちゃくちゃヤバいところは、普通のビートにもこのめちゃ早の16ビートを織り交ぜちゃう。どういうことかっていうと、まずはこれを聞いてください。僕だったら例えばとかやっちゃうと思うんですけど、鈴木様はA メロの部分、鈴木さんはここにタンバリンを置いてですね、これがタンバリンだとしたら、こうやってやってます。変態か。これが戦うドラムか。 HP ゼロだわ。さっき話したインタビューの中で鈴木様はこうもおっしゃってました。この曲で唯一ギターソロは給水タイムだ。見てみましょうか。僕の叩いた手数再現度 60% のギターソロ部分見てみてください。どうぞ。高尾様は同じ人間とは思えんということ。
この曲難しそうだな、すっげーなっていう、もう圧とか凄みみたいなものは多分ドラマじゃない方にも波に飲み込まれるようだぜって印象で伝わってると思うんですよ。もう一歩踏み込んでより音楽的な部分をポイント2とポイント3で皆さんに解説していきたいと思います。それでは行ってみましょう。ポイント2、皆さんリズムの食う食わないってわかる？リズムの食いと呼ばれるもの、まあ音楽用語で言えばいわゆるシンコペーションと呼ばれるような部類に入るんですけれども、楽曲の中で食う食わないのリズムの表現がどういう効果をもたらしているかを、このファントムジョークの魅力をさらに一歩深く知るために皆さんに分かっていただきたい。食わないパターンと食うパターン、またみんなに今から聞き比べてもらうんだけれど、リズムの中で入れるアクセントの位置の違いの話です。ヤルクアンシエールさんのハニーに乗せてその違いを感じてみてください。この曲はいわゆる食いのバイブルみたいな曲で、食う食わないのシンプルな構成になってるので、食わないパターン聞いてみてください。どう？こんなハニーさ、ハイド様も塩顔よ。蜂蜜がメイプルシロップぐらいになっちゃったでしょ？一応本来のハニー。つかない、このターン、ターンっていうこう一定に打たれてるパンチが思ったより早く打たれてることによって迫ってくるようなキレとスピード感が生まれてると思うんですよね。この上で異常なくらいファントムジョーク複雑に折り重なりまくってるんですよ。ここは食ってます、ここは食いませんっていう文字をそのタイミングで表記したバージョンのファントムジョーク実演奏を見てみてください。こちらです。ありましたか。ハニーと見て比べてみるとすごく不規則で数が多いですよね。全部ちゃんとメロディーがアクセントを置いてる位置に、ドラムとベースも全てちゃんとアクセントを置いているんですよね。これだけ難しい複雑なリズムと手数を入れている中でも、歌心にちゃんと寄り添って、かつスリーピースバンドの一体感とパワー感が伝わる、キャッチーで耳に馴染む楽曲になっているんだと思います。Yeah. さあラスト、難易度トリプル S ランクの激ヤバポイント、その3は変動するテンポです。ごめんなさい、これは難易度のポイントというよりは音楽の表現方法の一つとしてこんな手法があるんだよっていうポイントになってます。ポイント1の僕の言葉を思い出してほしい。キュル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 、ファントムジョークのテンポBPM は約200です。この約200っていうのが実は伏線でした。叩いてみた動画を叩くときにクリックに合わせて動画を撮ろうと思ったんですけど、どの数にしてもクリックが合わないんですよ。だんだんずれてきちゃう。つまりこの楽曲のテンポっていうものが一定じゃなかったんですよ。だいたい平均すると200ぐらいだと分析できたんですが、それテンポが変わってる、その変なことじゃないんじゃないのって思われるかもしれないんですけれども、世の中に今発信されていて皆さんも聴いている楽曲の確実に半分以上はレコーディングの時に一定の BPM を聴きながら演奏しています。まあ当然ですよね、音楽の技術が進んでますから、後で編集をしやすかったり途中から演奏し直したりするのに、やっぱ規則的な幅というのが大原則になります。じゃあなぜこの楽曲はテンポは一定じゃないのか、理由は
2つ考えられます。その1、完全に生演奏だから、今の時代では少数派なレコーディング方法だと思うんですけれども、メトロノーム一切聞かずにせーので生演奏だけでレコーディングをするっていう、生演奏の人間味を重んじてあえてクリックを聞かずに演奏したという説が一つ。二つ目の説がですね、実はレコーディングの中の一つの技法として、例えばですよ、イントロから A メロまではテンポ199ぐらいにしとこう、 B メロになったらテンポ201ぐらいにしようかなっていう風に、曲の進行の部分によってテンポを変えて、それをあらかじめ一曲通してプログラミングしておいて、それに合わせてレコーディングするという技法が実はあります。僕も実際そういったレコーディングをしたことがあります。なぜテンポ1、2っていう差は皆さんが聞いてる限りは分かりませんよね。僕もそれを知った上で聞いても分かりません。でも演奏する側としては、1拍あたり4発も打ち込む16分音符がいっぱい詰まったような、こういうテンポの速い楽曲においては結構実は大きな差だったりするんですよ。めちゃくちゃ特に手数の多いイントロから A メロまでは少しテンポを落として、音の粒立ちが良くなったり演奏がせわしなくなりすぎないためにテンポ199ぐらいにしとこう。一方で B メロになったらワルツのゆったりとしたノリになりますね。ここはスピード感は失いたくないので、ちょっとテンポを201ぐらいに上げておこう。そしてサビになったら一つの基準である200に戻しとこうっていうようなクリックの組み方をすることがあります。これを実際に取り入れてるかどうかはわかりません。ただこの楽曲のテンポが一定じゃないことは確実で、その理由がその二つのどっかに僕はあるんじゃないかなと。そこにですね、ユニゼオンスクエアガーデン様の楽曲へのこだわり、そして職人魂みたいなものをすごく感じました。これがユニゼオンスクエアガーデンファントムジョークのトリプル S ランクのポイント3でした。いやーやばいですね。本当にかっこいいです。さあ3つのポイントに分けてユニゾンスクエアガーデンファントムジョークの解説をさせていただきました。まずはやっぱり田淵さんの作曲センスがヤバすぎないかね。ギターボーカルの斉藤さんもヤバすぎますよね。あの方が弾いてることも歌ってることもおかしいからね。僕すごい本当大好きでライブも見に行ったこともあるんですけど、まあこのドラムをね、ワンマンライブだったら20曲ぐらいかな、もう頭振りまくって魂込めて叩けるんですよね。なんかその熱さみたいなものが僕すげー大好きで、鈴木孝雄さんもめちゃくちゃかっこいいし、ユニゾンスクエアガーデンの凄みだと思いますね。愛を込めてド変態スリーピースバンドと称したいです。まあ、とにかくライブ見に行ったことない方、ライブ見に行ってほしいです。さあお届けしましたベイスターによるドラム分析シリーズ、今回はユニゾンスクエアガーデンのファントムジョークでした。こんな感じで、僕のチャンネルはですね、叩いてみたを皆さんにお届けすることはもちろんのこと、ミュージシャンじゃない方でも音楽の楽しみ方が増えるようなきっかけ作りを提供するような動画を発信していきたいと思いますので、なるほどねとか、面白かったって思っていただけた方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。というわけでまたお会いしましょう。ビスタンでした。またねー。